FIFA クラブワールドカップ2016 FIFA クラブワールドカップ2016決勝 FIFA クラブワールドカップ2016決勝は国際サッカー連盟により開催された FIFA クラブワールドカップ2016の決勝戦である試合は2016年12月18日に日本横浜市の横浜国際総合競技場で開催されヨーロッパ王者のレアルマドリードと開催国王者の カシマ・アントラーズの間で行われた。レアル・マドリードが4対2で延長戦を制し、2大会ぶり2回目の優勝を果たした。決勝に駒を進めたのは、レアル・マドリードとカシマ・アントラーズの2チーム。レアル・マドリードは優勝した2014年以来の2回目の決勝進出で2度目の優勝を目指す。カシマ・アントラーズは初出場にして初めての決勝進出であり、 AFC 所属のクラブが決勝に進出するのは全身カップ時代から見ても初めてのことである。FIFA のコンペティションでの両チームの対戦はなく、これが初対戦である。決勝戦は前回大会と同様一発勝負となる。決勝戦の会場も前回大会と同様日本、横浜の横浜国際総合競技場で行われた。 決勝が行われた横浜国際総合競技場、レアルマドリードは2016年12月10日に行われたリーガエスパニョーラ第15節でポルティボ戦で3から2の勝利を収め、公式戦35試合無敗とし、新たなクラブ記録を樹立するなど弾みをつけて来日を迎えた。準決勝で2年連続3回目の出場となる北、中米カリブ海王者のクラブアメリカと対戦した。 前半アディショナルタイムに FW クリスティアーノ、ロナウドと MF ルカモドリッチが細かいパス交換で右サイドを崩すと中央でボールを受けた MF とニクロースのスルーパスに反応して PA 内に侵入した FW カリムベンゼマが右足アウトでネットを揺らしレアルマドリードが先制した後半アディショナルタイムにも FW クリスティアーノ ロナウドが追加点を奪って2から0の完封勝利を収めた。公式戦無敗を36の伸ばした。一方の鹿島アントラーズは2016年の J1 リーグファーストステージで優勝するもセカンドステージで大失速し年間3位に終わる。しかし出場3クラブのうち最も不利な条件で迎えたチャンピオンシップでは準決勝で年間2位の川崎フロンターレを 決勝では、アウェーゴールの差で、年間一位、セカンドステージ優勝の浦和レッズを下し、逆転でのリーグ優勝を果たした。決勝、第二戦の5日後に行われた、開幕戦、オークランドシティ FC 戦に新勝すると知り上がりに、調子を上げ、準々決勝、マメロディサンダウンズ FC 戦、準決勝、アトレティコナショナル戦をいずれも、カンプル勝ちで突破、AFC 所属クラブとして、 初めての決勝に駒を進めた。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。試合前から、レアル・マドリードの圧倒的優位を予想する見方が、大半であり、ブックメーカーのオッズも、マドリーの90分間での勝利が1.10から1.14倍なのに、対し、引き分けのオッズでさえ7から8倍。 カシマの90分間での勝利に至っては20倍前後のオッズが設定される状況であった。試合開始直後からカシマは激しいプレッシングで主導権を握り、5分過ぎにはマドリーにポゼッションを奪われても高い位置での守備で、マドリーになかなか決定的場面を作らせない。しかし、前半9分、右サイドからマドリー FW、ルーカス・バスケスが上げたクロスを一度は、 カシマがクリアするが、セカンドボールを拾った、マドリー MF、ルカモドリッチが、ミドルシュート。カシマ GK、ソガハタヒトシが弾き返すが、これを FW、カリム・ベンゼマが押し込んで、マドリーが先制する。カシマはここから、主に、マドリーの右サイドをついて攻め込む場面を作り出し、前半終了直前の44分。 カシマが自陣からのロングフィードからの攻撃をクリアされたセカンドボールを MF 長き良太が拾い左サイドの FW ドイセーマに預けるここからドイはフェイントを挟んでエリア内の MF 柴崎学にクロスを入れると柴崎は DF ラファエル・バランをかわして左足でグラウンダーのシュートこれが右サイドネットに吸い込まれカシマが同点に追いついて 前半を終える。後半も一進一退の攻防が続く中、後半7分にマドリー DF セルヒオラモスのクリアを中盤で拾った柴崎がドリブルで侵入。ゴール手前で左に動いてマドリーの DF 陣をかわしながらミドルシュートを放つと、ボールはマドリー GKK ロルナバスの手の先をかすめてゴール、カシマが逆転に成功する。 それまで余裕すら感じさせるプレーを続けていたマドリーは、ここから一気に強度を強めて、攻撃に転ずると、後半15分にペナルティーエリア内に一気に、侵入したバスケスを、カシマ DF、山本シュートが倒して、PK を与えてしまい、これを FW クリスティアーノ・ロナウドが決め、マドリーが同点に追いつく。さらに攻め続けるマドリーだったが、中央から、 半ば強引に攻めてを見出すマドリーに対し、ラインを引き気味にして中央に、しっかり守備ブロックを作る鹿島が、なかなか決定機に持ち込ませない。さらに後半終了間際には、鹿島が何度も決定機を迎えるが得点に至らず、金崎がセルフィオラモスに背後から引き倒されて、ファウルとなった際に、近角上主審が警告を出さなかった判定は、批判されている。 試合は延長に持ち込まれる。延長に入ると、それまで何度も、マドリーの攻撃を跳ね返してきた、カシマの守備にもほころびが見え始め、延長前半8分に、マドリー FW ベンゼマのスルーパスに抜け出した FW ロナウドがゴールを決めて、勝ち越し、延長前半14分にも MF とニクロースのパスを受けたロナウドがゴールを決めて、ハットトリックを達成。 カシマも必死の反撃を試みるが決定機を作り出せず最終的にはマドリーが4-2でカシマを下しクラブワールドカップ優勝を果たした。レアルマドリード V カシマアントラーズなおこの試合の地上波での生中継の視聴率は FIFA クラブワールドカップ中継での歴代最高となる26.8%であった。ありがとうございます。